プラターナ博士とフラダリというおっさんコンビに呼び出しを食らってしまったミツは、急いでカフェを後にし、14番道路をひたすらに進んでいく。セレナを抜いた4人の選ばれし子供たちは、噂になっていた怖い家にお邪魔し、とても怖い話を聞くことに。冬にもかかわらず階段を聞き、涼しくなってしまった子供たちと別れたミツは、樹齢1500年にもなる大木がそびえるメルヘンな町クノエシティへとたどり着いたのであった。振り袖は正義。こんにちは、こんばんは、おはようございます、ミツです。っていう挨拶ばっかりですね。今更ながらですが、もう4年半も実況をやってきて、自分のやってきた挨拶に疑問を持っている私ではございますが、どうもよろしくお願いします。ミツです。第21回目かな、ポケットモンスター Y の実況やっていきます。さて、ですね、またまたポケモンの種類を増やしてました。もう完全に種類を増やすことだけに、集中してましたが、まずはですね、モアスがレベル11なんですが、ダイノーズに進化しました。こいつもちょっと特殊な進化をね、しまして、13番道路だっけな、そこでレベル上げると、進化してくれます。岩鋼ですね。次、エモですね、ヌオーを野生で捕まえました。残念ながらウパーが出てこなかったんで、ヌオーをそのまま捕まえて、で、ハートゴールドの時にもメンバーというか、まあ、ボックスの中にいたんですが、エモという名前を付けてあります。次、マスキッパですね、名前はパッツァンです。これは、完全な中の一つながりです。次、ついに、奈良が火炎樹種に進化しまして、メスだとこんな姿になりました。オスの姿だとあれなんだね。完全にそのライオンチックな感じになってね、百獣の王っぽくなってました。次、ゴーストですね。こいつも怖い家のあたりで出てきたんで捕まえました。名前はキュータです。残念ながらゴーストが出てこなかったんで、ゴーストのまま捕まえました。キュータの活躍については、ハートゴールドの実況をご覧ください。次、コッコ。こいつもね、ハートゴールドの実況の時には大活躍してくれたんですが、ピチョットですね。レベル36で進化しましたと。次、ですね。こっからは石を使ったポケモンですね。ミアレシティで石を売ってるお店を発見しまして、そこで、一気に進化させました。まず、バオッキーですね。で、ヤナッキー、ヒヤッキー。もうパートいくつか忘れましたが、1とか2じゃないかな。1は多分捕まえてないか。2とか3とか、その辺かな。で、捕まえたポケモンたち、レベル4のままほったらかしにしてたんですが、ここでようやく進化することができました。完全にこれ、図鑑を埋めるためだけに進化させました。で、次、ハプンですね。こいつらも、そうですね。両方ともリーフの石で進化するんですが、まずはナッシーですね。で、次、鈴木ですね。ウツドンを捕まえていたんですが、ウツボットに進化させたということで、まあ、最後のね、5匹については、全部、石で進化させたポケモンになります。これで図鑑もだいぶ埋まったんじゃないでしょうか。ということでやっていきましょうか。1500年もね、樹齢がある、この、なんだっけ、クノエシティだっけにやってまいりましたよ。ジムもあるみたいなんで、探索が終わったら、早速ね、ジムやってみようか。で、スタメンなんですが、一応ね、全員レベル50で統一してあります。って言っても、ほとんどのやつがレベル50達していたんで、レベル上げはそんな苦労しませんでしたが。1日に使われるモンスターボールの数って、一体どれくらいなんでしょうね。どうなんだろうね。1日って考えると多いよな。女子高生。あら、それポケモン図鑑ね。やはりコーストカラスは水タイプのポケモンが多いの？どうなんだろうね。種類は多いとは聞くけど。カラスの戦は終わった。イカズチによって終わらされた。イカズチは人が生み出した悲しみの光。イカズチはポケモンが生み出した怒りの轟。よくわかんないから渡したくないな。さて、なんか花がいっぱい咲いてる街だね。クノエシティ、ちょっぴり不思議な街。モンスターボール落ちてる。あそこにアイテムがあるんだな。はい。PPエイド。これ波乗りでいけんのかなあ、いけない。どうも。ぽよんぽよん。トレーナーさん拾った噂マシーン。なんだ、ぽよんぽよん。イチャモン。イチャモンとぽよんぽよんは関係なくねえか。イチャモンをつけられたポケモンは同じ技を続けて使えなくなるの。そうだね。で、イチャモンって何？知らんのかい。おお、なんかおしゃれな感じだね。アーボックがね、脱皮した後の皮を使って財布を作るの。一部のポケモンはね、冗談以上になると脱皮して回復するんだよ。もうめんどくさいよな、それな。お父様のお兄様、つまり私のおじ様、方園地方にいるですの。いるですの。わしメルヘンやし、とてもいい話するよ。わしの話聞きたい？んじゃ一応。緑の芝で寝転がると気持ちいいよね。はぁ、んだけかよ。全然メルヘンでも何でもなかったような気がするんだが。メルヘンの意味は分かってんのか。お、ブティックだ。やばい、高い。一切買い物ができなかった。不思議よ、不思議なのよ。フェアリースキンという特性はノーマルタイプの技がなんとフェアリータイプになるのよ。微妙だな。果たしていいのか悪いのか。突然だけどね、僕小さいものが好きなんだ。ポケモンも小さいポケモンにひときわ興味が湧くんだ。そうだな、具体的に言うと、高さが 0.3 メートルか、もっと低いポケモンが特に好きだな。知らん。これ多分、先に進んじゃうよね。0.3 より小さいって多分、ヌメラとかそうだよね。後で見せてみよう。おー、なんだこれ。これ回せんの？あれ？これなんかいじれないな。なんだこれなんだこれ。あ、波乗り禁止になってるわ。これジム？クノエシティポケモンジムリーダーマーシュ。歴史の国から来た乙女。よくわからんメルヘンやな。タイプが全然わかんない。グググー。なるほど。あなたなら使いこなせるかも。弦がないと。お、弦がだ。って言ってもいませんけど。通信相手がいない独り立ちした私は GTS やミラクル交換を使うわ。はい。まあ素敵なトレーナーさん、どんなポケモンと一緒なの？はい。夏木戸の新、あれかな？確認かな？わおわおよいしょ、いっぱいポケモンいる。くのーのちちゅうちっちゃいポケモンもいるんだね。なんだここは。はいはい。私、ご覧の通り、ポケモン大好きクラブの会長、頑張ってるポケモンには頑張り本でおめかしするよ。ものすごく頑張ったんだね。はい。頑張り本。やったな、相棒。3つ目だぞ、リボン。しょんぼリボンとあとなんだっけ？なんかいろいろつけてるよね。頑張りボンとしょんぼリボン。足跡リボンか。頑張りボン。たくさん努力してるポケモンに贈られるリボン。そうだな。まあ、相棒が一番努力してんだろうな。長い付き合いだしな。じゃあ。次。意外と広いんだな、この街。古来人とポケモンは同じ存在だったというケロマツが美しい人になる。そんな民話もあったしな。へえ。ぴょぴょい！私はジムバッジに込められた思い。あー、なるほど。はい。大丈夫です。ボール工場で作られたモンスターボールがカロス地方のフレンドリーショップに届くんだ。はあ。あ、それがこの先？工場か。ちょっと待ってね。あらまあ、メルヘン。こんなとこに時計があるよ。毎日可愛がっているからかな。私のポケモン、なんだか育つのが早い気がするの。そういうもんなの？あのね、私ね、大きいものが好きなの。ポケモンも大きいポケモンが好きなんだよ。大きいっていうのは、高さが3メートルよりも高いポケモン？ 3 メートルより高いか、ハガネールとか見せりゃいいのかな。お、出た。いいや、ちょっとここよくわかんないから。探索はこんなもんか？先にボール工場見に行こうかな。あ、まだあったか。街で一番の大木と一つになってるのが、クノエシティのポケモンジムよ。でも草タイプはもう出たよな。で、隣の建物だけど。いつでもポケモンがいるから、どんな時でも二人ぼっち。二人ぼっちではないんじゃないか？ 6 匹集めれば。合体技は炎、草、水の組み合わせで効果が変わります。合体技？君、博士からもらったポケモン連れてるか？はい。いいや。合体はよくわかんない。フェアリータイプ、格闘タイプ、悪タイプ、それに虫タイプで攻めてもいまいちなのよね。ドラゴンタイプの技は全く効かないし。そう、フェアリーが増えてからね、よくわかんなくなってたかな。じゃあ、ジムの前に、ここ行ってみよっか。ボール工場。お、これはあれじゃん。前にフレア団が占拠してた発電所の、いたー。なんか落ちてるかな。なんかありそうな予感がするけど。なんだなんだ、入れないのかな。中では大人の話し合いをしている。お子様は帰りなさい。これったら帰りなさい。帰れったら帰りなさい。ダメ？ダメか。大人の話し合いってなんだ？しょうがねえ。じゃあこれは多分、あれだな、ジムリーダーに先に挑まないとダメってことだな。じゃあしょうがねえな。戦うか。タイプが全くもってわかんないんですが、行こう。草ではないことは確かなんだよな。クノエシティジム。なんかゴーストか。うお、なんだエスパーっぽいけど。なんだこれ、目がチカチカする。どうも。スミレのチャンピオン。クノエシティポケモンジムその1。ジムの驚きびっくりポイントその1。ここはフェアリータイプのポケモン。わかんねえ。フェアリーか。トレーナーばかり。クノエシティポケモンジムの驚きびっくりポイントその2。そいつはどこに飛べるのかわからない数々のワープパネル。ごめん、言い過ぎだ。ワープパネルのつながりは決まっています。さあ、黄色く光る丸いパネルに乗ってみてください。はい。うわフェアリーですか。とりあえず燃やすしかねえな、相棒で。うわなんだこれ。おお。ほう。どう？マーシュ様がデザインなされた振り袖。かわいいね。この美しさに恥じないよう美しく戦ってみせます。じゃあまた、蹴散らすか。お、かわいい。振り袖だってさ。すんげえ部屋だな、これ。すごいな。これ、後ろのやつがタブンヌにしか見えないんだけど。へえ。まあ、フェアリーとはいえね、確か、毒が効いてるの覚えがあるんですよね。で、毒はうちにいないので、あとね、さっき調べたら鋼にも弱いみたいなんですけど、毒は鋼を持っていないので、残念ながら。まあ、相棒のご了承でいこうかな。じゃあ、行きましょうか。すげえ格好してるけどな。でも、ここのトレーナーの女の子たちみんな可愛かったぞ。振り袖ね。あらどうも。あらトレーナーさん。ヒュンヒュンワープしながらここまで来はったんね。あら。このルックス的に絶対俺エスパーとかゴーストかなと思ってたんだけど、違ったんだ。ほな、始めましょうか。うちマーシュ。使うんはフェアリータイプ。うちのポケモンたちふんわりはんなり強いんよ。あら、関西の方かな？もしくは京都。さあ行くか。マーシュだって。クチート。早速、鋼が来てくれた。ありがたい。燃やして差し上げな。ちっちゃいんだね、クチートって、意外と。昔使ってたのに覚えてないや。はい。バイバイ。一撃、燃やしてあげました、と。ニーフィア。ニーフィアってあれだよね。EV の進化系だよね。あら、かわいい。じゃあこれも燃やすか。ひたすら燃やしてれば倒せるんじゃないか。ちょっと硬い。サイコショック。ドン。こっちの方が全然強いわ。で最後バリリン。バリバリーン。エスパーが来たか。じゃあ火炎放射で。ほい。オッケー。ナイス急所。ニーフィアがあれだったのか。対処だったのかな。早い。あっという間だったな。ほんまお見事やわ。ほなこれフェアリーバッジ言いますね。まんま。ほんま綺麗なバッジ。カンに見とれてて渡すん忘れてた。すげえな、これ。半円だ、半円。フェアリーバッジ。そのフェアリーバッジな、お友達と交換したポケモンでもレベル80までなら仲良しさんになれるんよ。あとこれ、このマズマシン。うちからの贈り物やさかい。大事に使うてな。マジカル社員だって。うちにはフェアリーがいないからな。あー、どないしよう。その技はしいんやけど、どんな技か忘れてん。堪忍してな。うちのファッション、ちょっと不思議やろ？ポケモンになりとうて自分でデザインしとるんよ。へえ。でもね、ポケモンと気持ちが重なり合うのって、ポケモン勝負で追い込まれた時なんよ。あれって一体なんやろね。あ、うん、なんでもないんよ。なんだなんだ。すげえ気になる。何？で、そのマジカルシャインってやつを結局教えてくんなかったから。強力な光を放ち、相手にダメージを与える。フェアリータイプの技か。誰も覚えねえ。うちのパーティーにはフェアリー要素が一切ないんだな。よし、これで6つ目ゲット。残るバッジも2つ。で、多分ボール工場の方でイベントが起きるんじゃないの？ミツ、誰？おお、ああ、フェアリーバッジ、キラキラしてかわいい。あのね、ボール工場を見学するんだけど、あなたもおいでよ。ポケモンを捕まえるボールに興味あります。言い換えれば興味津々です。言い換えてるような、言い換えてないような。っていうか、いけないんじゃないか、フレア団がいて。あ、いた。困りましたね。ボール工場に入れてもらえないのです。ほらね、私、もう一度お話ししてくる。ああ、ちょっと大丈夫？危険な目に遭わない。ちょっと、サナさん。ああ、完全に俺のことが視界に入ってない。おうおう。どうした？あれれ？あれれ？今、スナピョンってトルバッチ走っていかなかった？待ち合わせをしたのに、どうしたっていうの？よいしょー！ほら、捕まった。なんだ、逃げてきた。おい、スナピョン、待てー！ああ。よし、今のうちに入ろう。どうなってるの？とりあえず、追いかけないでね。行っちゃった。フレア団？何か起きてるのかも。今のうちに中を調べましょう。ほらね、同じしこらって忘れなちゃん。ねえ、行こう行こう。この夫婦コンビがまた復活するぜ。あ、そうやって開くんだね。どうも。外の連中、見張りもできないのかしら。申し訳ありませんが、ただいま見学できませんことよ。その赤いスーツ、フレア団でしょ。いつからボール工場でアルバイトしてるの？フレア団をバカにしないでよ。おう、ぐらいな。ここは私が引き受ける。あなたは先に行って。おう、女同士の戦いか。頑張れ。頑張れよ。頑張ってくれ。うざい。粘り強い戦いが大好きな私だよ。そうですか。おお、なんかこれ運ばれちゃいそうな。このリフトに乗ったら。あー、しまった。そこにいたトレーナーと戦いたかったんだが。どんどん運ばれていく。入り口に戻して。入り口に戻りたいんだけど。くっそ。戻れるかな、これ入り口まで。進んじゃう感じかな。アイテム。お、メタルコートじゃん。やったね。たまにコイルが持ってるやつだな。このメタルコートでストライクがハッサムに進化するんだよね。って、まあそんなことは皆さんご存知だと思うんですけど。じゃあ、はい。悩めるカロス乙女。カロス乙女か。そんなこと言うな。それって。もう、フレア団とも何回も戦ってるからな。これだいぶレベル上がるね。ジムリーダーが最高でレベル40ちょっとだったっけ？ 42 とかだったっけ？を次にレベルアップ。だから多分次、7つ目のジムバッジが多分レベル45、6、8あたりかな。じゃあまだレベル上げは少ないね。でも勝手にレベル上がっちゃうんだよね。だけども 51？ カロス乙女も大したことないな。入り口に戻りたい。トレーナー何人か飛ばしちゃったよ。これ、ああ、すげえ、ボールがいっぱい置いてある。アイテム。おお、タイマーボール。さすがボール工場。ボールが落ちてる。って上に登る。よいしょ。はいはいはい。トンテントンテン。あれこれ入り口じゃない。これなんだ？ああ、反対になった。あ、じゃあこれ入り口に帰れるね。ちょっとじゃあ戦ってきます。お、なんだ？あんたさ、フレアラのために働きなさい。そうすればいちいち私たちがボールを運ばなくて済むもの。それともお金を払ってフレア団のメンバーになるとか、500万円くらい楽勝でしょ？君たち、フレア団は何を考えてるのだ？モンスターボール独占なんか私は許さないぞ。いいじゃない、そんな人ほっとけば。そうね。他の人が使えないよう爆破しちゃいましょう。あらあら、侵入者。侵入者はお前たちだろ。おー、君、助けてくれ。あらあら、社長さん必死ね。仕方ない。私が希望をプチッと潰しちゃう。すげえ、みんなあれだな。VR? やってんな。プレステの。また幹部かな。何人いるんだよ、幹部。すげえな。ズルック。まあ余裕でしょ。レベル37。はい。このズルックもあともうちょいでズルズキに進化するな。ヘルガー。ヘルガーか。あー、変えてもよかったかもしんね。いや、火炎放射でご利用そう。袋叩き。1回。で、火炎放射。変えた方がよかったかな。まあいいや、しょうがない。すげえ、真っ赤。あと2人かかってくんのかな。何よ、冴えない社長のために真剣にならないでよ。やだ、幹部なのにダサい。いいわよ、後片付けは私たち、科学者コンビで。2対1でやっつけましょう。勝てる確率は上げないと。おお、来た。どうかしら。遅くなってごめんなさい。まだいたの？関係ないけどね、子供が1人でも2人でも私たちのコンビネーションならさらに勝率の確率アップ。科学者っぽいけど計算は苦手なの？一緒に戦える？お隣さん。はいよ。行くよ。さあ、またメオとタックだ。コレアとバラ。ライバルとレバルダス。まあどっちでもいいけど。どっちにしろニャオニックスが多分ライボルトを仕留めるだろうから、じゃあこっちはこっちで。火炎放射、レパルダス。なんでまあいいや。はい、一撃。せめてライボルトにやってほしかったな。猫だましはいいんだけど。ほら、もう噛みつかれた。じゃあライボルトも燃やそう。結局全部俺が倒すことになる。じゃあニャオニックスに、なんでなんでよ、初めからそれやりなさいよ。もう相変わらず技のチョイスがわからん。じゃあいいよ、もうやるから俺が。はい、終わり。はい、相棒ご苦労様。路面がレベル上がる。コレアとバラってすげえな。あらま。やだ、残念。破れちゃった。ああ、もう。モンスターボールもスーパーボールもハイパーボールも奪ったし、ここは引き上げます。奪ったんかい、もう。君たち助かった。ほんと助かったよ。君たちは若いのに素晴らしいポケモントレーナーだ。よし、お礼をしよう。マスターボールかな。ほら、マスターボールとでかい金の玉。どちらか好きな方を選ぶのだ。うわ、金の玉くれたおっさんか。いいわよ、あなたから選んで。じゃあ、金はいくらでも稼げるから、マスターボールで。セレナちゃん優しいな。結局くれるんかい。ありがとうございます。でもいいんですか？君としたら正しく使える、そんな気がするからね。ああ、よかったよかった。あんなフリア弾と違って。言っておくが、でかい金の玉の使い方は私も知らないよ。なんだろうね。ということは、ポケモンを集めて何かを企んでるのね。聞いたけど、発電所もフレア団の仕業なんでしょ？ポケモン、電気、目的は何？なんだろうね。じゃあ行こう。来た来た来た。ねえねえ、今更だけど見学しても大丈夫？フレア団のせいで、それどころじゃないの。フレア団？聞いたことあるかも。もしかしてですが、さっきの赤いスーツ。そうよ、トラは。フレア団は。みんなのマスターボールを力づくで奪ったの？なんと、関わり合いにならない方が良さそうな連中ですね。めっちゃ関わってるけどね。そうだね、トラバッチ。フレア団ひどいもんね。どうしようかな。タウンマップだと次に行くのは、フージョタウンかな。いってらっしゃい。ミツとセレナはすごいんだね。そんな悪い人よりはるかに強いんだもん。まあそうだな。そんな、ね、悪い人よりはるかに強いセレナちゃんよりはるかに強いのが俺だぜ。でも無理しちゃダメだからね。じゃあね。行っちゃった。じゃあ、二人きりでお茶でも。ありがとう。あなたのおかげでみんな無事だった。でもあなたに頼ってばかりでは旅の意味がなくなるのよね。いや、いいぜ。頼ってくれていいぜ。あ、なんかおっさんがいる。なんだ？誰？臨時ニュースをお伝えします。おお、ニュースですか。先ほど、クノエシティ近くのボール工場が何者かに襲撃される事件が発生しましたが、無事解決したとのことです。解決したのは俺。なお、モンスターボールの販売に影響はないとのことです。早いな、ニュース。へえ、普通のニュースもそんな風に発表するんだね。さて、じゃあとりあえずボール工場の事件も解決したんで、今回はセーブして終わりにしましょうか。いやー、なんとかね、ジメバッチってフレア団いる。赤いスーツ走りにくいよな。子供追いかけるの無理だな。もういないぜ。残念ながらもういないぞ、幹部は。じゃあ、ポケ戦で休んでセーブしましょう。さあ、残すジメバッチも残り2つ。早いもんですね。そろそろね、フレア団との戦いがあってもいいような気がするんですが、全滅させてからチャンピオン戦なのか、チャンピオン戦というか四天王戦なのか、わかりませんが。とりあえずは、もうこのシティにも用はないので、ボール工場も行ったしね。次はここだね。15番道路。ミアレシティからあぶれた、若者がたむろしているため問題になってる。うわぁ。恐ろしいな。治安が悪いのかな。で、荒れ果てホテルだって。悲しい出来事がありゃ、廃れた錆びれた、カロスでも有名なホテルの慣れの果て。で、フージョタウンって言ってたよね。涼しい気候にもかかわらず、風車、風車とポケモンで農業に励む田舎町。なるほど。じゃあ、とりあえず次回はこの15番道路ですね。ちょっと怖いけどね。若者がいっぱいいるんだってさ、暴走族とかがいるのかわかりませんが、そこを通って、フージョタウンに向かいたいと思います。多分このままフージョタウンに行き、のこうぐるーって回ってポケモンリーグに行くんだろうな。いやー、早いもんですな。あっという間にもう、ジムバッジも、ね、無事にゲットできました。ということで、今回はじゃあここまでにしておきましょうか。Twitter とブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。次回は15番泥に向かいましょう。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。